タイヨチャンネル。アブチャラペンスペッタです。おにぎり出たおにぎり出たおにぎり出たな、久しぶりだな。はい、ということでね、今日はまたしても巨大な箱がね届きましたんで、ちょっと皆さんに紹介していきたいと思います。あ、2人、じゃあ1人目。久々にプレゼント送りましたって、ママさんのお母さん、パパさんの妹さんだって、パパさんのお母さんとか。はい、じゃあちょっと見てみよう、見てもらおうかな。うん、これ見て、なんだろう、あ、かわいいやん、部屋服だよ。いいじゃん、いいじゃん。あ、スポーツ買おう。でもお母さんのお母さんにとか、いっぱい入ってる。ピアスが嬉しい。でも、さやこさんがママのママに言ってるから選んで、はい、プレゼントしましょう。はい、ありがとうございます。さやこちゃん、ありがとう。男子は興味がない。さやこさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、次行きましょうか。はい、次行ったら、ゆかちゃんが。お、ゆかちゃん、ゆかちゃんからのプレゼントです。バシャ、うん、太陽とバシャはドラえもんで、ガンちゃんがキティちゃん。またハイセンスなやつが出てくるんちゃん。うわ、またなんかセットになってるんだけど、めっちゃ入ってるぞ。ちょっとあれも一緒です。おお、あ、かわいい太陽。おしゃん、あ、これクロックスじゃん。わあ、いっぱい。あ、キティちゃんだ。太陽、あと短パンも入ってた。このちょっとこれいいじゃん。ランちゃん好きそうなやつ。めっちゃおしゃれじゃないそれ。かわいい。あとね、キティちゃん、ちなみにね、なんか太陽と翼はお揃いのコーデになる、うん、お揃いのコーデになる、うん、どうしたどうした。サイコバス、あーわ、どうしたの。あ、ダンちゃん見て、スイカ、まだいけるいける、まだいける。キティちゃん、あ、キティちゃんっぽくなるってか。なあ、落ち着いた感じでいいですね。ミニオンと、そっ、ほらこれビビードやろ、ね、え、おしゃれだから、もうこういうのでな、学校行くしな。じゃあお洋服はこれ以上かな、どれも使える。ありがとうございます。またあれが増えるの？そっちかよ。うわ、え、こんなんある。お、すげえ。小動物のバスボム、シャクレレプラネット。やった、もう完璧。ラインナップ一緒じゃないか。これはすぐやりたい。これ2種類ありました。じゃあ、はい、じゃあ次、はい、2番3番。ん？パパさんへ来たぞ。はい、太陽。あ、服だ。そう、太陽が出して。多分もう触った感覚で分かるんだよね。しかも何？個人的に手紙が来た。あ、バッグだ。あ、しかもオレンジ。そうか、もうそろそろ帰ろうと。はいはい。わあ、嬉しい。マジで履くから、マジで履くから。いい。おしゃれ。あ、LL です、 LL です。うん、あ、いいねいいね。あ、そうよ。あ、待って、太陽がピッと。やめろ。せーの、じゃん。かなり早いですが、お誕生日おめでとうございます。いつも洋服やバッグなど使ってくれて本当にありがとうございます。ガチで使ってるかな。太陽、そう、お父さんのごめん、キレキレ。いや、いい感じ。いいね、お父さん着れるわ、マジで、マジでガチで行ってる。あ、いいじゃん、いいじゃん。じゃーん、お手紙。あ、お手紙ありがとう。これは誰？いや、誰って書いてる。あ、そうだ、ママさんって書いてある。ママさんだって。え、これ太陽？太陽のこれキッズサイズ。あ、レギュラーサイズ。あ、こっちがお父さんたち。応援してます、ずっと大好きです。ありがとう。あ、めっちゃ嬉しい。え、何それ、太陽。待って、これすごいぞ。何？高そうなやつ。アクセサリー、ピアス。こうやってできるの。やだ、もったいなくて使えないよ。これは、あ、鬼滅の刃のシール。あ、これでシール。やった、すげえじゃないこれ。今回はさ、鬼滅のボックスなくてごめんなさいって全然。いや、全然。で、あ
とね、大量のマスク、しかもあのレギュラーサイズと、あとキッズサイズ、子供用とね、入れてくれてます。あの、ちっちゃいですね、これあ、これ逆か、え、給食のおじさん、あの、これ、この素材ほんと冷たいんよ、今、あの、冷たいやつ使ってて、太陽パパ、やっぱ違うよね、うん、やったな、ドンジャラ、ドンジャラね、あったよね、昔からあるよね、これ、すごいですね、ありがとうございます。はい、これで以上ですかね。はい、以上です、はい、あー、かわいい、なんか、涼しそう。ゆかさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今回もね、かなりセンスのいいプレゼントたくさんいただきました。ありがとうございます、ね、早くね、会える機会ができたらいいねっていうところでね、まあ、我々がどうのこうのできることじゃないからね、こればっかりはね。はい、ということで、まあ、これからも応援よろしくお願いします。ということで、太陽チャンネルでした。バイバイ。